落、はい、の的です今回の話題韓国我が国生態系死滅チャイナ発狂して自分の店を破壊タイ冷静に考えられないのその国その国民によってこれほどまでに反応が違うものかと思いますけれどもというよりもあの特定地域が異常なのかもしれません。 今回は日本の福島第一原発海洋放水処理水ですねこちらが始まったことに対する各国の反応に突っ込んでまいりたいと思いますチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げますまた同時に x 9名ツイッターもやっておりますこちらも合わせてフォローいただければと思います。ということで今回はですね福島の処理水海洋放出ですよね2023年8月の24日午後1時3分と報道されておりましたけれどもついに開始されたということであります、まあ、ついにというのはですね別に対落としては対はありません別にね待ちに待ったというわけでもありませんし 放出しちゃったというわけでもありません。日本としては当たり前のことを普通に淡々と実行しただけという話でありますけれども、しかし事前からずっとね、この話題についてネタとしてですね、盛り上がっていた地域、民族がいましたよね。まあまるで我がことのように盛り上がっていたわけでありますけれども、大落はもはや国などとは言いません。あの地域であります。 まず、その前にですねチャイナの話にもちょっとね言及しますけども同時に、ね、わめいておりますからチャイナの話もしますが日本の水産物を全面停止したと。 こういうねニュースが報じられております。まあ、それはね、向こうの勝手ですから、食おうが食う前がですね、輸入しようが買おうが買う前がですね、勝手にしろということであります。ただし、二度と食うなと、私はね、言いたいところでありますけれども、奴らはそれだけにとどまりませんよね、本当に。蛮行を始めております。現地交換を始め日本国内外のあらゆる施設や 個人民間に至るまでですね嫌がらせの電話をしっきりなしに一斉にかけ始めているという状況がありますまたこれまでチャイナで日本料理店をやっていた店のオーナーですね。 福島の海洋放出に何だかね怒り狂ったということで一心不乱に自分の店の内装を破壊し始めたそんな映像まで報道として伝えられておりますけれどもね本当に笑っちゃいますが今後はチャイナ料理店に暗返するんだと豪語しておりましたけれどもじゃあ今まで日本料理店をやっていたのは 一体何だったんだと思いますけれどもねまあ何というか自分たちが気に入らないことがあると日本大使館前で女の子を丸坊主にしてね喜んでいるそんなね半島も半島でありますけれどもどうしてこうも彼らはみんな自虐的な行為に及ぶんでしょうかね誰も同情なんかしませんということでありますけれどもまあしかしこういう時にこそですねまさしく知性や 民度が現れるととといいいうことではないかと思います本当に丸出しと大落は思うところでありますけれども皆さんはどうでしょうかね、まあ、だから最低限ですねそういうものたちを日本国内に入れてはいけないと大落もね皆さんも一緒だと思いますけれども大落も日頃の動画で何か事あるごとにですね言っておりますけれども例えば長野オリンピックですよねあの時はひどかったですよね本当に。 もしも国防動員法がかかって日本で騒乱を起こし始めたら公式に登録されているだけでも今現在、ですねもう80万ぐらいになるんでしょうかね70数万から80万人ぐらいにはなると思いますけれども本当に100万人に届くような勢いだと思いますが日本政府、これからどうするつもりでしょうかねまだまだ帰化してくださいと。 こういうことをね言い続けるつもりなんでしょうか。連中はその気になればあっという間にですね。 その頭数だけでとんでもない嫌がらせができるということは今回のねちらっとしたこういう事件だけでもまあちらっとというのはですね決して日本人にとってこんなもんはねちっぽけな話だということではなくて彼らがちょっとやるだけでということでありますけれども本当にとんでもないことをしでかすことができるということもね分かったわけであります。そそしてチャイナももううででありりますすが今回やっぱりですねもう一つの方の方 地域でありますけれども反響欄になっている同じく反響欄ですよね半島、島半分の話題にもこれから突っ込んでまいりたいと思いますさらに動画の後半ではでこの処理水放出に反対する東アジアの反応を見たタイ人の反応ということでねその辺についても言及して向こうのネットの声もご紹介してまいりたいと思いますではまず半島の状況ですよね。 日本の汚染水がもたらす恐るべき未来こんなことを言っちゃってね見出しに書いて喜んで報道しておりますけれども何を言ってるんだと笑いますよね本当にねここまで来ると向こうのメディア大真面目にこんなことをやっているわけでありますけれども信じ込まされた一般国民はもうこれね反狂乱になって阿鼻共感と。 おぞましい光景を苦しろげているということでありますけれども反日政党でおなじみの共に民主党ですね文在寅、文在寅元大統領がいたところでありますけれども今、ね、李在明なるね党首がやっておりますけれども国民を扇動して数千人規模でデモ集会も開いたということがね伝えられております。反日を叫ぶななんんだかね歌なんかね、歌歌一緒にっっちゃって そしてねデモ行進をやっているということでありますけれどもまあそこに至るまでにはメディアもね向こうのメディアも大いに盛り上げて盛り上げて盛り上げ切った中でのこういうねデモ行進につながっていると思います、利財面もある意味楽ですよね楽な家業だと思います、本当にスウェンでこういうことにねできると至るということでありますからね最後に美味しいところを持っていってもう喜んでいるとなんか真ん中にどっかと座ってね にっこり笑っているような写真までネット上に上げられておりますけれどもまあ、全部メディアのおかげだということはね言えると思いますそのメディアが国民を煽っている内容でありますけれども例えばこんなことがね今回報じられておりました漁師や雨一般国民4万人が中止の嘆願書をね出したということで先ほどの李在明が先頭にやっていた。 物もですね、まあ、こんなところに引っかかってきているのかもしれませんよね連動しているような感じがしますけれどもそしてあらゆる放射性物質が混じった汚染水を30年間海に流し続けたら海洋生態系はどうなるのかということでねここにまたいつもの自称大学教授だとかですね学者らが乗っかってきております。はいこちらですね ヒョバン教授らが論文を出したということで在来種のイルカスナメリが毎年多くの個体がですね網なんかに引っかかっちゃって死んでいるということでその死骸を分析したら殺虫剤成分の DDT 検出ということがね分かったと検出されたということだそうですこれはね全部日本の福島のせいだとこのようにねいきなりズドーンとね何の根拠も脈絡もなくつなげるわけでありますけれども。 これ自分たちのせいいだろうよよと思いますよねなんでこれね向こうの国民は誰一人ですねこういうところに突っ込まないのかとこれ自分たちの身を守るためでありますけれどもねいくら日本の福島だなんだね捏造死亡中傷したところでですね自分たちの身はちっとも守れることにはつながりませんからね最後に困るのはこれ。 自分たちですからね、月上だ、堀原発だと、そこから垂れ流されている本物の本物の原発汚染水、そういうものをですね福島のせいにしている、こんなことじゃですね本当に自分たちの生態系はいつかは崩れるぞということになりますよね、それを福島のせいにすんなという話でありますけれども、そしてこんなことも言っちゃっております。 ミンククジラの海遊ルートに関する推測こういうことでね言っておりますけれども汚染物質は食物連鎖を通じて海洋生物に蓄積されるとはいそして何ですか福島沖日本南部日本海黄海 朝鮮半島を起きたこのようにね巡り巡ってくると言っておりますけれどもねこのようにして海洋生物とともに彼らの言うところの福島の汚染水が我が国にもやってくるべとこういうね主張でありますそしてさらにはこんなことでね決めておりますけれども今後数十年にわたって朝鮮半島海域すべての生命を 苦しめ続ける汚染水の海洋投棄は生態系の虐殺だとおっかないことを言っておりますけれどもね、悶絶しちゃっておりますけれどもね、こういうことを自分たちで言って、なんだかもう聞いているだけでこっちの方が具合が悪くなってきますけれども、でったらめで狂ってるとしかね、こちらの方こそ狂ってるとしか言いようがありません。 しかももうこれ自分たちがそう信じ込んで絶対に譲らないから立ちが悪いんですよね。まあご祝償様ですと言うしかね私たちは本当にそれ以外に言うことがないですよね。日本のの福島の処理水など 半島地域の海水浴場とは死角にならないほど安全で綺麗ですまたこういうことを言うとですね向こうの人はじゃあ自分たちで生活用水に使いとか飲めとかですねそういうことは平気で言うわけでありますけれどもただねそういうものではないという前提であえて言いますけれどもそれこそ福島の処理水でねプールでそれに、ね、水をくべて泳いだ方がよっぽどね向こうの海水浴場よりも綺麗だと私は思います。 まあおタクらの理屈で言えばあと数十年ですか数十年で半年も半分は滅亡してしまうと生態系が滅亡してしまうということでへえと思いますよねそれはそれは短い間でしたけれどもお世話様でしたと言うしかありませんからねそれが本当なら最後は横目で見届けたいと快楽も思います。 しかし本来ですね処理水の海洋放出なんて原発がある国は世界中どこも一緒にやっておりますそんなことも本当にこの人たち知らないんでしょうかね自分の国にも含めて日本はその中でも極めて極めて厳格に安全基準を守っていると 本来の安全基準以上の下の下を行っているという状況ですからね一方おタクラもやっているわけですがそっちは今回の福島の何十倍有毒な毒物を流し込んでいるんだという話ですもう海流の話も含め科学的な数字の話も含め 私たち日本国民はもうネット上で言い飽きるほど言い尽くしてきたと思いますよね。皆さんも一緒だと思います特にねツイッターとかそういうネットをやっている方あるいはね私と同じように YouTube で配信している方はねこういうことをもう言い飽きるほど言ってきたと思います。ただし日本のマスコミを除いてはねと いうところですけれどもねところが海外の先進諸国のメディアは違いますこんな報道があるということでお隣さんの韓国もギクーッと来ているそんな報道が出されておりましたまずはドイツメディアですよねこんな報道をしていると韓国メディアが取り上げております簡単にね要約しますと福島処理水海洋放出に対する 周辺国の反発は政治的な動機からだその通りもうおっしゃる通りです韓国の左派野党共に民主党らがそれを利用しているそれから中国共産党も党制の正当性に活用しているもう本当にそのまんまですよねその通りだと思います今回ねいきなり中国共産党が騒ぎ出したのもやっぱりね自分ところがねいまいちここのところいまいちなんで 国民の意識をそっちに向けようというのもね当然あるのではないかと思います。よよくやつらがやる手口ですよね そしててこれはね半島においても同じです例えば近年においても李承版が竹島を不法占拠した時だってあれはね国民の意識をそっちに向けようといいことを思いついたということでやったのが始まりでありました本当にまんまそのまんまドイツの人たちは伝えているわけでありますけれども日本の身ではどうしてこんな当たり前のことを一つ言えないのかと。 思うわけですよねそして、これですね今回放流される汚染水は徹底的にろ過され希釈され国際原子力機関 IAEA も今回の措置が無害だと判断しているもうこれに尽きるんですけれどもねこの一言であとはもう議論の余地もないんですけれどもなぜね日本のメディアはぐちょこちょこちょちょねどっか日本にあらがないのかと。 必死になって報道するんでしょうかねこれはもはや当たり前の意見というよりも動かしようのない事実であります日本のほとんどのマスコミもそうでありますけれども中でもですね公共の電波に乗っけて白い嘘風潮市害を垂れ流すテレビ番組もありますよね例えばおなじみ最低モーニングあそこでもですねどうしてこの大前提の事実を踏まえた報道ができないのかと思います 国際機関が言ったら何なんだと居直るんでしょうかねそんなものは関係ないんだと我が国は我が国だと言うんでしょうかそのくせですね日本がちょっと何かね例えば国連でね人権意識が低いみたいなことを言われると。 本当に日本は最低だ国連の言うう通りだとこののよよに乗っかっかてくるんですよね日本の公共電波で日本人を平気で罵る完全なるダブルスタンダードの反日活動家というところでありますけれどもまあお韓国様についてもですね今回こういう報道がドイツからされたことにおいてはおそらくですねナチスだとか日本の極実機とさすが同じ国だとかそういう幼稚な思考反論で。 やってくるんではなぜかというとイギリスもね同じ時期に同時に同じような論調で報じているからです。BBC ですからねあのね日頃は結構ね反日的な論調も多い BBC でありますけれども今回この記事をね同じく朝鮮日報が取り上げております。その記者というのはですね BBC アジア特派員だそうで中間の 首長に対ししてととととんででもないい話だと一撃したということです中国原発1箇所だけで福島の6.5倍の三重水素を放出したと三重水素ですよねよく言われるトリチウムですよねそれからフランスはイギリス海峡に福島の450倍を放出したと。 ここういういともね BBC が伝えておりますそれからさらには日本産水産物を食べるのが心配ならどこのものも食べれないとこのようにまで言っております日本が危ないぐらいだったらもう食うもんねえぞと地球上にと。 こういう話ですよね。それから東電が放流開始後に原発半径3キロ以内の10カ所で海水を採取して分析した結果、三重水素濃度はいずれもリットル当たり10ベクレルを下回り正常範囲内だとこのようにも伝えております。残念でした。関東さんということですよね。西洋人はわざわざ自分たちの首を絞めるような 負けるような喧嘩は絶対にしませんそれは例えば、たとえです、ね、BBC であってもこんな時にですねわざわざ反日の論調なんか出さないわけですよね。喧嘩ふ吹っかけたって議論したって負けるに決まってるからであります。 この辺がお韓国様と違うところでありますけれどもしかしそのお韓国さんがしご頃から憧れて憧れて仕方のない G7 世界主要先進国の皆さんですよねそこのマスコミが報じている事実そのものがねこういう実態だということであります。自分たちのののとととこころろメディアが何を言っててるのかよよく見比べてみなさいというところですよね ということでこんな記事が出た上でさらにじゃあ韓国のネットの反応はどうなのかと一般国民はどのようにね反論してくるのかというところでちょっとね今回もいくつかしろって見てみたいと思いますけれどもまずはこちらクレイジージャパン人類だけでなく生態系をも破壊したものとして歴史に残るだろうと歴史に残っちゃうんですかこれすごいですよねでもね 生態系を破壊しちゃうわけですから半島さんのその頃ね歴史に残る頃は自分たちは見れないということですけれどもねどっちが狂っているんだという話であります一定以上の良識と知識を持った世界中の国民の人たちはあなた方の阿鼻陀亀を見て失笑しているという状況なんですけれどもね。 しかも人類だけでなく生態系をもってこの言い方すら間違っておりますよね普通ね人間が言う言葉ではないと思うんですけどもねそれ言うならせめて順序が逆ですよね生態系だけでなく人類をもってこうなるのがね普通の感性センスだと思うんですけどもまあこの辺はね仕方ないところかもしれません。 それから、日本は七三一部隊同様。三十年かけて海洋生物の生態実験を行おうとしている。彼らは科学調査のためにと言って。 捕鯨をする野蛮な国だ何をこいているんでしょうかねこの男は男かどうか分かりませんけれどもねもしかしたらこれ女性の意見かもしれませんが731の話もつい最近ね大落はやりましたけれどもあれもでったらめもいいところの話でありますそれに捕鯨調査ですか何を言っちゃってるんでしょうか日本は捕鯨医に入っていた時も ちゃんとですね少なくとも数はきちっと守ってやっておりましたからねまあ少なくともというかそれ以上守るものがないですけれどもねあとはエリアですかそういうものもちゃんとルールを守ってやっていたわけでありますがまあ今ねやめたとするかということでね抜けたわけでありますけれどもところがあ間違えちゃった取っちゃったというところでパッカ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 取っているのはお宝だろうというところですよね本当に捕鯨し放題、ラ取り放題と。 いうのがオタクラーがこれまでにやってきたことであります何を抜かすかというところですはいそれから日本の汚染水放出に賛成している人間は自分の家に水槽を作って一生原発排水で暮らしたらどうだそれなら水道代もかからないからな。またこういうね 稚拙な話をすぐすすぐるんですけども、ね、先ほどもちょっと言いましたけれどもねこれ言ってて恥ずかしくないのかとさえ思いますけれども半島では何ですか原発処理水を飲んだりご飯を炊いたりシャワーを浴びたりするそういう用途として使っているんでしょうかね自分たちの綺麗な綺麗な原発処理水はそういう用途なんでしょうか。だったたら自分たちの国の国ね 排水管をそのまま原発の排水管をですねそのまま家庭の水道管に直結しろと思いますけれどもねやってみろという話でありますあるいは自分たちが出している原発の排水は内陸部にでも埋めているのかという話になりますけれどもね捨てていないということであればですねはいそれから日本政府が核汚染水を30年間持続放出し 韓国の水産業と食べ物に多大な害悪を及ぼすこれを防げなかったクレイジーな韓国政府に憤りを禁じ得ないとこんなことを言っちゃっておりますけれどもあのー、ですよね、本当に呆れますけれども30年間もってね先ほどもなんかそんなような意見がね向こうの記事かなんかにあったかもしれませんが。 その年数に食いついていますけれどもこの人たち年数が増えれば増えるほど悪い影響がかさんでくるとこの人たちは思っているんでしょうかねおそらくそうだと思います例えば1年よりも10年10年よりも30年放出し続けた方が一定量であっても悪影響を及ぼすというねそういう感情なんだと思います。だからそもそもも 立ち返ってですね希釈の意味すらわからないんだとこの人たちは、ね、思いますよね、そういうことだと思います。はいということで、それでは韓国、ドイツ、イギリスの反応ときて最後にですね私が今住んでおりますこちらタイでの反応もご紹介したいいと思いますまずはこんなニュースが報じられておりました。はい 福島第一原発の処理水の海洋放出を受け対農業協同組合省漁業局、対原子力平和利用事務局と連携し放射性物質汚染検査を強化すると証明ということでありますその対象としては東京、福島、千葉群馬、栃木、茨城 宮城、新潟、長野、埼玉などから輸入される海産物ということで、まあ、太平洋側ということですよね決して日本海側からのものは、ね、関係ないということでありますそして放射性物質が見つかった場合は即座に回収輸入禁止にしますよとこのように、ね、言っているわけでありますわざわざ言っているわけであります。そして対触診 薬品委員会は日本から輸入する海産物は厳格な検査を行っており消費者が安全性を懸念する必要はないと述べたということでこれはですねある意味余計な風評や騒ぎが起きないようにタイ政府は先手を打ったということであります。日本とね変な関係になったらタイだって嫌ですからね。 ですから変な騒ぎを起こさないようにどうもね半島だ、チャイナだと騒いでいるようですからそういうニュースは瞬時に伝わるわけですからねですから先手を打ってこういうことをわざわざ、まあ、実際にね厳格な検査といったってこれまでとそんなに変わらないと思いますよただね、ねそういうことを発表したということで先手を打ったという状況であります。 こんな背景もある中で今回の一連のニュースですね福島の処理水海洋放出に対して特に韓国やチャイナが大騒ぎしているとニュースに対するタイのネットの声をね最後にご紹介したいと思いますまずはこんな声福島原発の海洋放水でタイに影響はありますかとこういうネットの声でありますけれどもこれに返信です 長距距離離直線距離約5000キロです仮に危険だとしてもタイに到達する可能性はありませんとこういう意見それからもう一つタイの一部のメディアもこのニュースを一方的に伝えているところがあるようですがあ一方的にというのはです、ね、半島だチャイナだというねその騒ぎを一方的に伝えるということですけれどもねただ単に人々を怖がらせて煽っているだけです。 日本が排出すする水水は処理水です深海の底まで数キロにも及ぶトンネルに接続されて放出されるのですとこういう、ね、説明をしてくれております。それから 日本で排出される水は無作為に排出されるわけではありません処理水ですここれも、ね、同じことですよねさらに原子力に関する世界機関である IAEA による検査で認定済みです福島の処理水による影響はありません。 日本は韓国の専門家派遣も受け入れて福島原発の視察も認めた実は原子力発電所から出る廃棄物はその形を問わず世界中の多くの国がすでに定期的に投棄しており韓国中国フランスなども発電所からの処理水を海に放出しているとこういう意見,意見というか、ね、事実を言ってくれてるわけですよね。 それから雨が降っても放射能は海に流れ込みますが健康に影響を与えるわけではありませんもしも日本のものがそんなに危険ならタイ人は日本旅行をやめなければなりません韓国人中国人アメリカ人ヨーロッパ人なども震災後この10年以上年間1,000万人以上が日本を訪れています日本で美味しい刺身を食べるそれがどこで取れるのかも知っていますか あれから10年以上観光客に何か影響はありますかそれならタイが輸入しているノルウェーのサーモンだって。 その養殖場であるノルウェーの海では旧ソ連時代原子力潜水艦が沈没していて今も放射線を出していますよとこういうねまあ言っちゃいますよねこの人たちはねこれが同じ全く同じニュースを見てコメントするネットの声ということでねですから私は冒頭に国が違えばね国民が違えば全く反応も違うと。 ということを申し上げたわけであります阿鼻教官で地獄絵図を描いているわめき散らしている国もあればこうして能面のようにですねある意味、能面のように淡々とコメントしているそんなね国民もいるわけでありますよねそれからもうちょっと見てみましょう日本人が政府に保障をと訴えているのは処理水による危険性や死害ではありません風潮死害で水産物が売れなくなってしまうことに対する補償ですと。 こういうい、ね、意見もやっぱりね、まあ、今ネット時代ですから瞬時にすべてのニュースが瞬時に同時に翻訳されてタイでも伝えられていると思った方がいいと思いますですからねそういうものを一生懸命よーく見ているということですよね。 はいそれから中国からの批判に対して日本は直ちに反応しました中国の海産物の方が心配です2021年中国の13の原子力発電所はそれぞれ海水を海洋に放出した福島原発から放出されるのは年間22兆ベクレルに制限されていますが中国浙江省大山発電所は2021年に218兆ベクレルを放出約10倍ですと。 こういういコメント最後にもう1つですね海洋放出されるのがそんなに危険な毒であるならばそもそも日本人自身が自らの生命を脅かすようなことをすると思いますかありえませんよーく冷静になって考えるべきです不可能です危険が及ぶ可能性は限りなくゼロに近いでなければ自滅行為ですというねこんな意見もありました。 この当たり前の理屈を理解できないのは半島やチャイナなんですけれどもね正確に言いますと理解できないわけではありませんよね。彼らの政府は重々分かっていると思いますけれどもそれをネタに操作されている国民の方ですよねあるいはマスコミによって操作されている彼らですよね。 見ていて哀れみさえ感じますけれども本当におタクらに対してそんなに危険が及ぶのであるならばその前に日本の海が壊滅するだろうよという話タイ人の言う通りでありますよね。日本のの何十倍もの毒を平気で垂れ流しているあんんたらと一緒にすんなというところでありますけれども今回の一連のニュース韓国人そしてタイ人の声。 皆様はどのようにお感じになられましたでしょうかということで今回もここまでご視聴誠にありがとうございましたチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願い申し上げますまた今回も皆様のコメント楽しみにお待ちいたしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ